それではド深夜から行ってまいる。にゃんにゃん。もののけや妖怪の類ではありません。足軽です。すげえ気持ちいい。ここはどこなんだ。小田原城に向かう。俺一回川に落っこって大怪我したことあるから。オーマイゴッドネス、懐かしい道のりだ。見てこれ、めちゃめちゃ綺麗でしょ。もうちょっとね、引退まで頑張ってくれ。さすが野生の生き物だ。ワイはさっきなんでピーチネクターを飲んでしまったんや。寒い。楽しいな、三島一号よ。イエーイ。日頃の行いがめちゃめちゃいいからね。この山越えるの？やだよ。三島一号とのお別れの時が。もう走んなくていいんだぜ。赤星、頼むぜ。めっちゃ暑くなってきたわ。めちゃめちゃ雄大だ。金ちゃんの唐揚げおにぎりってこれね、もううちの近所の田舎でももうなかなか見ないですね。多分山中湖が近い。白鳥？アヒル？これどっち？スダコにも負けてないよ。ほらやっぱ白鳥じゃん。おばちゃんありがとう。おむまちゃんが興奮する。めちゃめちゃ今朝川に落ちそうなこともすっかり忘れたぐらい忘れっぽいんですよ。不思議なところだ。まあ軽く銀太郎だけどな。まだまだ走っていけそうだ。やっぱもう一回やるわ。イエーイ。今回は違ったな。茶畑、日が早いやつが起きてるかもしんないじゃん。いや急がないともう日が暮れちゃうな。靴がただの靴じゃなくなった。もうちょっと頑張ってくれ。人の匂いがするようで人の匂いが全くしない。金太郎大活躍だな。焦るわ。シューアゲン。金太郎ちょっとね、やばいな。最後のさよならのホームを踏ませてあげたいから。渡れんのかこれ。狭い、怖い。解放されたでござる。南足柄市。何も食べたくない。頑張るか。さより、おかしい。こんな元気が俺にあるはずがない。ちょっかね、不明。さよならのホームを。ほら特等席でバイバイしようぜ。はい、皆さんお疲れ様です。というわけで今日は結構長い距離走ったんだけど、摂取カロリーは5660キロカロリーってことでめちゃめちゃすごい量食べてるよね。でも今日の消費カロリーはもっとすごい6983キロカロリーなんで、ぶっちゃけこれでも全然足りないんだよね。たった1日で3521キロカロリーっていう 0.5 キログラムに相当する熱量を失っています。なので昨日の続きの話ではあるんやけども、これでレコーディングを続ける理由が分かっていただけたと思います。ウルトラランナーがきちんとカロリーマネージメントするためにはレコーディングしてなきゃいけないんだよな。